こんにちは。こんにちは。こんにちは。ビーバップのおっさん、てること白井光でございます。はい、丸川組長こと村沢俊彦です。その妻の杉浦美幸です。はあ、ポン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 。はい、テレチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。今日は、なんと、はい、スペシャルゲスト来ております。はい、村沢さんと、はい、ミユキちゃんです。イエーイ、よろしくお願いします。村沢さんはね、そう、年がら年中出てんだけど、年がら年中っていうか、まあ、そこそこ出してもらってますね、スーパーアイドル、杉浦美幸ちゃんは、はじめまして。はじめましてです。はじめまして。わーい、素晴らしい。今日はね、テルチャンネルに来てもらってるっていう表現はしてますよ、もちろん、テルチャンネルでここ撮らせてもらってます。そう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 。なんと実は、今日この後ろにありますね。そうなんですよ、はい、はい、レディクロ、なんと、はい、この、はい、こちらでございます。はい、みゆき&村沢の月曜から乾杯という、はい、ラジオに、ラジオに、はい、私が逆にゲストで呼んでいただきまして。そうなんですよ、今日プロモーションでね、はい、いただいて、それで今日ちょっとあの3本撮り、そう、今、はい、し終わりました。し終わりました。ええ、で、もしなんだったら、どうせだったら、てるちゃんの番組撮ったらどうだみたいなことを言っていただいたんで、はい、ええ、だけど今日、今井ちゃんいないんで、そうそうそう、ええ、うん、で、もう全部、こちらさんのカメラさんの方で、はい、ええ、ちょっとお任せで、はい、で、データだけこっちいただいて、はい、ええ、で、編集して、はい、多分今お届けになってると思うんですけども、そうですね、ええ、はい、ちょっと遠いかもしれないんですけども、うん、2台カメラあるんですけど、はい、一応両方ともフィックスで、はい、ええ、定点でやらせていただいておりますんで。了解です。まあ、その辺のところはちょっとうまいことやっていきたいなーなんて思っております。そうですね、はい、まあ、そんなこんなで、はい、テレチャンネル始まります。よろしく。哀愁。That's my way, my way. That's way now. That's my way, my way. That's way now. 今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。いやね、ビーバップのおっさん、ビーバップのおっさんの話になっちゃうな、これ、しょうがないな。まあそうですよ、うん、散々でもやってきてはいるでしょ、きっと今日までに。まあ多分ね、まあいろんな情報が多分ビーバップのおっさんのやつが多分上がってると思うんですよ。そうですよ、だってさっき、これは俺の友達から LINE が来て、はいはい、もうすでに、なんかこう、ニュースいろいろとね、そうそうそう、出てますよ、ヤフーニュースでいろんなやつ、例えば映画のアタリーさんとか、うん、あと映画 .com さんとか、うん、まあ、あとオリコンのニュースとか、クランクインさんとか、なんかね、オリコンのニュースだとか、そうそう、取材いろいろとあるんですけども、うん、これはオンエアされる頃にまた他のやつもいろんなの多分されてんじゃないかなと思ってますけどもね。そうだね、うん、でね、ビーバップのおっさんなんですけど、まあこれもラジオの方で言いましたけども、はい、まあ、そろそろ今日行ったラジオも、うん、村沢さんのところも YouTube やってんだよ。やってます、やってます、はい、はい、だから YouTube の方もチェックしていただけるとありがたいです。はい、なんかね、村沢さんの YouTube とかラジオからテルチャンネル入ってきましたよとか、うん、テルチャンネル、テルさんのファ、テルさんの白井光のフェイスブック来ましたよっていう人が何かコメントいただいてました。あ、本当。だから逆に言うと、うん、このテレチャンネルのリスナーさんっていうか、うん、方は、うん、ぜひ、こっちのね、そう、村沢さんの、はい、と、みゆきちゃんの、はい、YouTube の方、うん、来てもらって。来て来て。うん。なんか、登録していただけると。はい、ありがとうございます。なんとか1000人やりたいんでしょ。いや、まずはちょっとそっから、なんとか1000人を、そこを目指していただいて、はい、ね、ぜひ、お願いいたします。私もたまに出てたりなんかするし、うん、で意外とね、面白いのよ。ああ、ありがとうございます。ありがとう。本当聞いちゃってな、ね、うん、意外とってどういうこと。いやいや、俺最初ね、すまないと思った。多分村沢さんが勝手に喋っちゃってもうずっと喋りっぱなしでいつもの調子で、まあね、なんか別になんてことねえんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、間違ってないけどね。いやいや、感想はそれがね、うん、あ、俺が間違ってたんだと思いました。あら、ほんで、みゆきちゃんがこんなになんかラジオが上手だと思わなかったもんね、うんうん、おしゃべりが。あ、ほんとですか。なんかもう後ろから気取ってんじゃねえって引っ張ってんじゃろうと思ったんですけど全然違う違う、もうね、ほんとにすごい面白い。そう、なんかね、あのね、こう聞き方が上手っていうか、乗せ方が上手だから、うん、俺もつい喋っちゃうんだよね、なんかね、うん、そんで、なんか二人がなんかいいコンビなんですよ。あら、あ、見てるってと、ありがとうございます。うん、なんかね、いい感じ。あ、そう。なんかね、やきもち焼いちゃいそう。あれ、よく言うよ。ほんと、俺だって、俺杉浦美幸ファンだから俺すごいじゃん。
子供っぽい感じで、うん、でもなんかそんなことを反映してくれてかくれないか、うん、まあ、今回の映画で、うん、おかげさまで僕らあの夫婦の役そう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 キャスティングしていただいて、うん、そうなんですね、うんうん、あ夫婦の役ってありなんだったっけ、えありだったな、どういうこと、夫婦の役はありなんだ、ありなんだ、出していいんだよ、出していいんだよ、出してよかった、うん、なんか出してもう出てるんです、出てる、出てる、出てる、そう、これ難しい、そうそう、これ難しいのよ、そうだからちゃんとニュースとかを、うん、もうどこまで公表されてるかっていうのをちゃんとチェックしとかないと、うん、分かんなくなっちゃうから、うん、だからほら、うん、ネタバレになっちゃうし、フライングしちゃうとあんまり、そうそうそう、業界的によろしくなかった、フライングゲットのなん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 なっちゃうから、うん、こういう番組みたいなあれだ、あれらしい、おっさん二人が踊ってます、そう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 、はい、いやいや、うん、でさ、だからこの、うん、テルチャンネルと話するのは初めてだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、ビバップのおっさんを、うん、これ企画の中から私いただきまして、うん、で、まあとりあえず、うん、あの元祖ビバップを、うん、あの尊重して、そうだよね、尊敬して、はい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 、たオマージュ作品になる予定でいきますよ、うん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 、なんだけど、うん、まあ、全員が全員ビバップの人を出すっていうまあ別にそんなにこだわりはなかったんです、うん、私としても、うん、ただ一番最初にやっぱり幸次郎さんと私ちょっと仲良くさせてもらってて、うん、幸次郎さんの復活を心から願っているので、うん、だからあの幸次郎さんに一番最初オファー出させていただきました、うん、そしてやっぱり一応というかもう完全なる劇場公開用の商業映画なんで、うん、ここはもうあのそのプロの方、はい、ね、うん、ということでキャスティングさせていただこうということで、うんうん、やっぱりこの役者だとかタレントとか業を、うん、とかあと経験のある人、はい、ものすごいね、確かにビバップやってた方でも今引退された方も何人もいらっしゃる、もうそういう人しかいないでしょ、ですであとはこの小沢仁志さんとか、はいはいはい、あと的場浩司さんとか芸人ね、宮崎真澄さんとか、そうですね、あとまあもちろん中山美穂さんとか、はいはいはい、でまあもちろん中村の徹さんとかっていうのはやっぱりいらっしゃいますけども、うん、まあ、それも一応名前に入ったんですけど、このうちの何名かは、うん、名前ちょっと今出せないですけど、うん、2名は一応オファー出しました、あそうなんだ、なんですけども、うんうん、撮影の時に、うんうん、スケジュールが合わなかったんですよ、今回いましたよ、いや本当に2回延期になっちゃった、そう2回延期になってそうだ、まず1回目の延期の時に、撮影が合わなかったんですよ、うん、これが、うんうん、それでもうそこでキャスティングしちゃったんで、うんうん、でほらじゃあ2回目の撮影の時には、うん、出れるから出れるってわけでもないし、まあ、出てくださいってわけでもない、うん、役は決まっちゃってるんで、そうだね、なので、まあ、もちろん最初のオファーを入れた時には、うん、役もそうなんだけども、うん、ある意味当て書きをするような予定でいたんです、うん、あそうだけどもう、撮影が決まっちゃった後は、うんまあ、伸びましたけど、うん、もうそれはもう台本も決まってたんで、うん、役も決まってたんで、うん、またそのキャスティングし直すとか、うん、オファーし直すということはしなかった、うん、だから2名の方に一応オファーをかけました、はい、今言った中です、うんはい、へでだからまあ今後、うん、もしかしたら何かあるかなというところは一応匂わしておきますけども、はい、そうですね、うん、それはどうなるかは分からないです、うんうん、ただ私の勝手なあれで、はい、でそして幸次郎さんに声をおかけさせてもらって、うん、で次にお声かけさせていただいたのは村沢さんなんです、うん、実は、うん、村沢さんと、うん、まあここのところ実行にさせていただいてて、はい、いろんな YouTube とか、うん、でちょっと遊ばせていただいて、そうですよね、ご飯食べたりね、はい、でまた話がうまいんで、うん、面白いんですよ、そうですね、うん、俺が疲れないですもん、ああわかる、ああ、うん、そう言っていただけるとなんかねすごい、うん、楽なんですよ、いいですよ、うん、でなんかこう世代も一緒ですし、うん、なんかこう山登りしてても、うん、話が途切れないから、うんうん、面白いんですよ、うんうん、そうですね、そうただねキャンプ行った時にねその話だよ、うん、マグカップ持ってこねえんだよ、それは持ってのほかだね、これそうでしょ、持ってのほかってキャンプどんだけ分かってんのさ、全然分かんない、常識だから、いやいやこれテレチャンネル見てる人は、うん、なかなかまた来たかと、うん、なんかそれレギュラーの話、俺出てくるたんびに、うん、第何回か分かんないけど、うん、でもうそ何回も言ってるんですよ、このし回で、うん、もう村沢さん、そのマグカップはマストだからっていう話はもう何度もしてもう本当に口癖のように言うんだよね、多分ね、それ今差し込みで入ってると思うそこは、そこの部分は本当そのシーンだと思う、多分もう一回それをもう何度も前のシーン、マスカップ持っていかないで俺がコーヒー飲みにくかったところのシーンが、そうそうそう、多分振り返りで入ってると思います、あそうなんだ、うん、ここですみたいな感じで、ほんでマグカップ持ってきてないくせに、うん、家庭用のさ
コンロあるじゃん。岩谷のコンロ。あれをさ、リュックサックにいっぱい入って持ってくるわけ。そう。そんな人いないよ、ね、ったらめちゃめちゃうまかった。だってあの亡くなったらまずいからさ、スペアのボンベも3本ぐらい持ってってさ、よーその人もお、さお風呂沸くぐらいガス持ってったからね。沸いちゃったよね。沸いちゃった。だから何を持ってこいっていうのはてるちゃんその時は言わなかった、ね、うん、その山登って、とにかく そこそこの山を登って上で、うん、ちょっとなんかこう自炊っていうかご飯を作って食べますからぐらいのとこしか教えてくれなかったから、あ、じゃあ上で火を使うんだなと、うん、これ多分なんかてるちゃんでご覧の皆さんは、うん、多分もうなんか3回目ぐらいに聞いてる話だと思うけど、うん、だから火を使うんだったら、とし子ちゃん火使うんやったら、ガス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 それね、てるちゃんでるね、うん、あんまよく分かってない分かってないと思う人もいると思う、ほんとにね、うん、ちょっとお言い直しなんですけど、村沢さんのラジオの番組でよく村沢さんのお母さんの話が出るんだよ、よく出る、またそれが面白いんだよ、面白い、絹江さん、絹江さんのお話が、うん、それを聞くがためでも本当にこれは見た方がいい、マジで、うん、ぜひぜひ、うん、どういう、別に誘導してるわけじゃないんだよ、そう、どういう状況で同居してるのかとか、うん、どういう母親なんだっていうのは大体イメージできると思って、そう、まあ、その同居してる86歳の母親が、うん、まあ、要するに、ああちゃんとてるちゃんと山登るんやったら、うん、関西やから山登るんやったらあんたあれ火炊くんやろから俺コンロ持ってかなあかんやろっつって、もう玄関に用意されてるからさ、なるほど、ね、コンロが、それは持ってかない選択肢はないわけよ、ないもんね、うん、でもうそれを入れてるがゆえに、うん、マグカップの入るスペースがもうないわけ、ね、じゃなくてさ、マグカップなんて別にぶら下げるんだからそうね、どうなっていいんだ、ぶら下げてたよ、そもそも持ってないんだからその時はね、そうそうそう、買ったの結局あれはマグカップ買ったよ、3つも、はい、買ったんすよ、3つも買ったよ、やっぱりね、うん、いろんなタイプ、そういうのはやっぱり買っといた方がいいですよ、そう、うん、3つもいるの、3つもいらないんだけど、あんまりマグカップマグカップ言うもんだからさあれからしばらく街中にマグカップ持って歩いてたからね俺それぐらいもうちょっとそれは嘘だ、取り憑かれてるから、それは嘘だ、いや本当にでもそれぐらいマグカップマグカップ言われてて、このテレチャンネルを見てる人たちのコメントなんかも、うん、コメント欄にも、うん、村田さん常識っすよみたいな、そうそうそう、マグカップマストっすよみたいなことはすげえ、それ言われるんですよ、反省したもん、ね、だけどもう俺ががっちり持ってってたから、うんうん、20キロぐらい持ってきてたから、ね、そうそうそう、だから飯のあれと、だからもう食材から何からだって俺20キロ背負ってあの山登ったんだよ、すごかったよ、すごい山だったよね、でなんか食材だけ見てもなんか1週間ぐらい遭難しても大丈夫なぐらいスペアリブなんか500とか持ってきちゃった、そうそうそう、しかも前日から漬け込んでるのね、そう、ほんでもそこで上で焼いてーの、あー、もうすごいうまかったよ、うまかったな、だからテレちゃんやっぱりほら料理やるから、ね、本格的な飲みながらの人だから、うん、だから今度一回またやろう、うん、ぜひ、ただ真夏のキャンプはきついんだよ、きついよね、だから俺ね、ちょっと待って、一つあるんだ、何、あのね、うん、何よ、小田原、あ、湯河原かな、湯河原、それ一回テレチャンネル出したんだけど、ちょっと触りしかやってないんだ、うん、湯河原に、うん、温泉もついてるキャンプ場があるんですよ、へー、でそこは車で行けるんで、うん、ガガッと、うん、だから、まあ、ある程度車にもう乗っけちゃって、うん、で、まあ、ガガッと車で入っていって、うん、でキャンプ焚いて、うん、でテントに泊まるまでやるんだけど、うん、風呂もちゃんと入れるから、あ、そう、うん、おー、そんで、うん、キャンプファイヤーやって、キャンプファイヤーやってホームダンス踊って、そう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 、いや3人で、ね、うん、そうだよ、前を蹴っ飛ばせみたいな、何変えた、あってやってた、俺ほんと前のマイムなんだけど、横浜限定じゃない、前を蹴っ飛ばす、前を蹴っ飛ばす、前にいるやつを蹴っ飛ばすんです、ほんと前を蹴っ飛ばせん、危ないね、そういうのやってたよね、横浜のやつね、ほんとやってたよ、まあまあいいやってやる、じゃあやる、だからそういうのをちょっと、だからもうほら女性がいるんでやっぱりちゃんと着替えたりね、うん、お風呂に入ったりとか、うん、そういう身支度はちゃんとできるんですよ、そこ、ああそれは最高ですね、そうでしょ、うん、だからそういうのをちょっと一回企画する、おお、ぜひぜひ、もし何だったら、そうしてよ、ただマグカップを持ってきて、いやいや、それはさ、それはもう何回も言われてるけど持ってきますよ、そうね、まあ、それはちょっと一つ嬉しい、うん、でも3つあるんでしょ、3つあるよ、じゃあ1個貸して、いいよ1個あげるよ、まあ、はい、いいな、俺も貸して、いや、てるちゃんの無理、てるちゃん自分持ってくる、うん、で、なんでこんな話がずれちゃったんだか分かんない、分かんない、どこだったんだろうな、今の今分かんない、映画の話からね、映画の話だった、映画の話、ほんで、だから一番最初に、うん、村沢さんに、大先生、だからよくチェルチャンネルに出てくれてるから、から、今後が違う、そうだね、うん、どんどん行くから、行くからね、うん、まあしょうがない、それは、うん、うん、で、村沢さんが、こうやって、うん、
長くさせていただいてるんで、はい、でも村沢さんともやっぱり一回お芝居をしたいと、うん、で僕の大好きな湘南幕のやっぱりメンバーも出てもらいたいと、でやっぱりこのあの、うん、ビーワップのおっさんのコンセプトとすると、うん、まあ男50から、うん、おっさんなめんない、まあまあそういうことだよ ねやっちゃえおっさんだから、はいはいはい、やっちゃえおっさん、だから、ね、ほんで俺たちの世代でちょっとやっぱりね、爪音を残した人たちもやっぱりいろんな役者さんを呼びたかった、うんうん、村沢さんもやっぱり昭和で、まあそうだ ねで杉原美希ちゃんもやっぱりヤヌスの川上とか昭和、うん、それからやっぱスーパーアイドルですから、そうだね、うん、そしてあとほらね、直江貴一さん、あいやそうですね、インパス先生もだって腐ったみたいな、加藤勝です、加藤勝といえばああいう人も出てらっしゃる、だからそういう世代ね、あとね他にもいろんなのをね考えてたんです、いろんなネタを、あ、誰でも知ってるような役柄をやった演じた人を何人かチョイスしたんです、本当だけど脚本を作っていく間にそんなにいっぱいは使えない、あそうです、ね、使えないっていうか出ていただくわけにもいかないし、脚本に書くわけにもいかないからっていうんで、うん、ちょっと削除したっていう、あとオファーをする段階でちょっと難しい、やっぱりキャスティングとかの部分といろいろとあるんで、そうだ、ね、あんまりだってそんなさ、そういうネタを入れてもしょうがないからということで、うん、だからちょっとあのこの本編の方も見ていただくと分かるんですけど、うん、ちょっとこうくすぐるのがいっぱいこう出てくるんですよね、その当時見てた人にとってはくすぐられるところは結構いっぱいあるんですよ、そうだね、はい、まあ、そんなんで村沢さんにもちょっとオファーしました、はい、そして村沢さんにオファーしたんだったらっていうことで、うん、キャスティングの人とプロデューサーに私お願いして、うん、ぜひ杉浦美幸さんをお願いしますっていうことで、杉浦美幸さんに、で杉浦美幸さんをオファーした時にやっぱり杉浦美幸さんもその初めての現場とかで、うん、やっぱ不安になったりね、はい、で私もほらあんまり全然よく知らなかったから、うん、ちょっと困るなと思って、じゃあここはやっぱり村沢さんがいるんだからこその杉浦美幸さんっていうのもあったんです、うん、実際には、うん、杉浦美幸さん自体はありきなんですよ、はい、なんだけど杉浦美幸さんはほら一人来た時あれだから村沢さんとくっつけちゃった方が、うん、これは楽なんじゃないかなっていうことで、うん、じゃあそこはそういう感じのキャスティングで行ったらどうですかっていうことで、うん、で僕は別にご夫婦考えてなかったんですけど、ねえ、だからなんか、うん、ご夫婦になっちゃって、そう、あの台本が上がってきた、そうなんですよね、うん、だって一番初めにその台本ができて、うん、私のもとに台本いただいて、うん、まだ私はよく見てなかったんですよ、うんうんうん、そしたら台本が届いたとすぐぐらいだと思うけど、うんうんうん、まるちゃんから、うん、Facebook のメッセンジャーに、うんうんうん、今度夫婦だねよろしくねみたいな、まあ夫婦ってなって、夫婦か、なんか急にプロポーズみたいな、いやいやまあ、あのもっと言うとその頃、うん、あの LINE を交換してないから、そうそう、連絡の、ね、手段もそれしかなくて、うん、そうそう、で俺はもうほらもう台本もらったらすぐバーッともう全部読んでる人だから、うん、って言うんだろう、俺夫婦だみたいな、うん、ね、うん、もうあ夫婦だった、夫婦の、そう、愛してますよ、愛してますね、あすいません、あすいません、すいません、いやいや、なんそれ、いやいや、なんか嬉しい、怒られるよ、ほんと杉浦美幸さんに、ね、そうそうそう、確固たるファンを持ってんだから、そうそう、なんか一部の杉浦ファンはちょっと炎上してるらしいからね、あいつ誰だみたいな、あいつ誰だみたいな、この月曜から乾杯の、うん、うん、リスナーさんというか、うん、ファンの方の中には、うんうん、男性のあいつ誰だ、ファンの方は、うん、中には、うん、まるちゃんってちょっと AV さん大ユーチックじゃん、英語男優でしょ、いやいや、ちょっと待って、なんかさ、ごめん、また誤解を生むからさ、その、眺めてしちゃった人とか、おもちゃ使う人とか、英語男優とか、全部下の方で、いや、だけど、そういう話を率先して自分のラジオでネタで話してるじゃん、ネタでは喋るけど、全部、要するに最後までしてないってちゃんと言ってるじゃん、AV 男優でもないし、眺めてもしてないし、おもちゃは今も使ってませんよっていう話にまとめていたけど、メール企業がいつも眺めてしちゃったでしょ。並べてしたよね、おもちゃ使ってんじゃん今もみたいな、なるほど、なんならおもちゃ入ってみないの今みたいな感じで持っていくからいけないんだ、そう、それでちょっと一見チャラそうに見えるじゃない、うん、俺ね、みゆきファンからすると、うん、男性ファンは、うん、あのあんまり面白くないと思ってる方が、うん、やっぱたったいますね、うん、だから悪い虫がついてるみたいになっちゃった、ね、そうね、しかも映画で夫婦の役だから、そうそう、ほんであんなシーン撮っちゃってんだもん、ね、いやいやちょっと待って、あんなシーンってちょっと言えないけどさ、それはちょっともう、まずいでしょ、一応だからちょっと見て確認してもらいたいけど、そうね、ま
ずいね。でもあのシーンはあのみきちゃん、村沢、カメラマン、監督、うん、4人で撮ったから。大丈夫だよ。大丈夫だよ。だから俺たちこう吐き出されちゃったの。そうだよ。あ、だめだよ、これは関係者、ダメですよ、関係者、もうダメですよって。ねえねえ、そういうこと言うから嫌われるんだよ。そうそうそう、そうだよね。分かってるよ、半ば分かってる。よく見ると、そんな話してるとき、なんでここが伸びんの、こうやったって。俺ね、鼻の下ね。うん、鼻の下。俺、驚いたよ、今。驚いた。せっかくさ、こんな、うわーっちゃってんの。おかしいよね。おかしい。いいの作ってくれてんのにさ、本当だよ、こんないいの作ってもらってさ。毎週、ちなみにですね、毎週月曜日インターネットラジオなんですけど、そうそう、9時から9時半までなの。なってるんですよ。だからみゆきちゃんのツイッターとかフェイスブックもちゃんとフォローしてもらって、はい、そうですね、で情報があるから、うん、うん、そうそう、あのね、月曜日の、うん、私一発目のブログが必ずこの月曜から乾杯の告知なんですよ、うん、なってるだからそのチェックすればいいんだよ。そうなんです、チェックすればいいんですけど、うん、そこだけ今一つアクセスが伸びない、うん、月曜から乾杯はね。それはだから往年のそのみゆきファンが、なんだこのクソジジイと、なんだこの虫みたいな、なんか真っ黒毛のゴキブリみたいな、虫かどうかわからないですが、みゆき城にくっついてるっていうね。だからもうそういう人たちに対しても、うん、いいですよ、俺はウェルカム、俺がウェルカム、俺がウェルカム、俺じゃない、どれだけみたいな。だからウェルカムじゃない話題だったのに、自分はウェルカムなの。それはもう、そうそう、いやでも本当にこういう人なんで、でもね、ちょっとてるちゃん思ってよ、こんなね、まあ可愛いじゃないですか、みゆき城、うん、今綺麗な人です、この年齢、ちょっと、まあ、年齢聞いてびっくりするでしょ。年齢はね、多分俺のね、2個下ぐらいなんです。53です。そうでしょ、53でしょ、だから学年は2個下だと思うんです、多分、うん、で、だけど僕よりデビューがね、4年ぐらい早いです。あ、そうですか。うん、だって16歳デビューでしょ。そうです。うん、あ、ということは俺も18デビューだから、何年デビューですか。80でも85年です。5年です。で、1年先輩。俺86年出てる。まあまあ、だから俺はもうほら、一般の時に、もうなんか、もう、見てるわけでしょ。すごい活動。スーパーアイドルでね。スーパーアイドルだし。で、まあ、ヤヌスだし。だから、その時代を、例えば、その僕なんかも見てますよ。で、今ね、まあ、その、いろんな、長年ね、映画で知り合ってから、まあ、ずっと会って、今またここで再会して、こんな素敵な人と番組を一緒にやらせてもらってるわけじゃないですか。これでお誕生日にプレゼントいただいたりとか、うんうん、なんかそんなことしてれば、うん、鼻の下も伸びるっちゅう話じゃないですか。どう？いや、それね、その動揺を得ようとする時の顔、そう、こっちから見てるとものすごいわかりやすい。あ、そう。そっちの今のでこっちのカメラですげえ映ってたと思う、ね、その顔が。本当？うん、そう。これ、これが、うん、これがね、うんうん。でもいいんですよ。俺ね、こういう人だから。いや、だから。うん、それはそれでいいんだけど、うん、そういうやっぱりファンの人がいるんだから、うん、勘違いされるようなことしちゃダメだよってことを私は言いたい。しないんだよね。だからそういうことはしちゃダメなの。だからもう、もっと気をつかなきゃダメなの。あ、そうなの。そうそうそう、もうだからもう腫れ物に触るんだよ。腫れ物に触るの。腫れ物に触る。そう、腫れ物に触るぐらいの勢いで、うん、もうやんなきゃダメなのよ。そのファンの方が腫れ物なんだから。あ、それはそうですよ、やっぱり。やっぱりファンの方にしてみると、これ、何でそんな、そんなファンの人の心理が分かるの。いやいや、そんな感じだよ。やっぱり、俺はそうですよ。俺はそうです。ちょっとゴンタクみたいだったの。だから俺なんかだって、その女優さんとかああいう人たちと接するときやっぱり気をつけますよ。そうするんですね。それはそうですよ。あ、うん、だからもうそれ勘違いされちゃダメ。そうなんだ、ね、その人はやっぱりファンなんだから。そうなんだ、うん、やっぱそういうのがやっぱり気持ち分かってくんないと。そうすか。ねえ、としひこちゃん。としひこちゃんね。立場のものに言ってる。そうですか。いや、だから、うん、勘違いされちゃいけないんだけども、うん、まあ一応夫婦の役で今回。そうそうそう、今回。ね、うん、だからまあそういうね、夫婦っぽいし、うん、撮影の時も楽しかったです。楽しかったです。おかげさまで。あそこのシーンな。そう。あそこのシーンだけだったけど、あのシーンはちょっと出せないんだな。出せないな。まだ出せない、出せない、出せない。見てる人がいるかどうかわからん。出せないってこと、出せない。まだだな。だけども、あのシーンは良かったなぁ。それしか言えねえのは嫌だなでもよく事務所 OK だったよね。でも事務所でも OK しましたね、本当に。よかったです。事務所でも本人 OK な感じだったもんね。どっちかっていうと、あのタミさんじゃなくて、ヤヌスだよね。そうだね。タミさんじゃない。タミさんが欲しかったな、私的には。あ、タミさんで押したかった。押したかった。というのは、というの
はやっぱり谷さんだとちょっとインパクト残せないじゃないですか、分かりにくい、あ、やっぱりヤングスの方が分かりやすいじゃない、そこは。そうですね。動画面白かった。